進入隊形はインコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。ほぼ横一線揃ったスタート、若干覗いたダッシュ勢ですが、抜け出すまでにはいかず、インから先前1番今垣が逃げる、内をついて2番の丸の、この2人の争いになります。逃げる1番の今垣、差し切る丸はもう少し、2番の丸の先はかかりません。その後ろ内から4番の柳生上がってきた。さあ2番テラス一気に並びかけます。スタートは前提正常でした。先頭は1番の今垣で2幕、2番手さあ柳生に対して外からつけまいで丸のかわす、かわしました。2番手一気にリードを広げていきます。レースはこれから2周目。今日は結構難しいコンディションでしたよね。そうですね、今日が今節の中では一番良かったと思います。良かったですか。はい、はい、じゃあしっかりと調整の成果が出たこの10レースで、はい、具体的にはどんなところが良かったですか。まあ、課題であった乗り心地が来たところですね。はいはい、じゃあ結構ね風もあったんですが、そんな中でも体感的にも良くて、はい、一番乗りやすかったですね。はい、その状態で船足の比較としてはいかがでしょうか。まあ、展示タイムとか足合わせはまあみんなと一緒ぐらいですね。もうじゃあだいぶ納得度には近い船足になってきて。そうですね、伸びだけで言うとゼロにした方がもうちょっといい時あったんですけど、バランス取れて今日が一番良かったです。はい、はい、じゃあもうこれをベースに明日も調整していく感じですか。はい、それでは最後になります。ファンの皆様にもう一言お願いします。はい、まあオールドファンの期待に応えられるように精一杯頑張ります。最初の優勝戦一番乗り決めました今垣選手です。ポーズお願いいたします。今垣選手でした。ありがとうございました。はい、向かい風でスタートまで10秒を切ります。その向かい風だいぶ強くなっています。インコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。1コース2コース内寄りの2人がコースタートを決めています。4コースから少し出ていく4番の藤原、逃げる展開は1番の吉田、内をついて2番の片岡、この2人の争い。さあ内をついて片岡伸びてきた、へ先が届いてきた、差しが届きます。スタートは前提正常でした。並びました2番の片岡、外は1番の吉田、その後ろ内から4番の藤原上がってきまして2幕の旋回、先頭で回る2番の片岡、差しを狙います1番の吉田、もう一歩というところ届いていません。ここで先頭2番の片岡抜け出しました。風の状況っていうのはいかがでしたか。もう完全に真逆になってたんで、ちょっと分かんなかったです。向かい風の中でのスタート、はい、ちょっとね全体的に遅めのスリットにはなりましたけれども。そうですね、はい、1マーク回ってやっぱ周り足とかはいいと思います。はい、はい、まあ、今日はねガラッとコンディションも変わったんですけれども、はい、変わらずそのあたりは良かったですか。そうですね、まあいろいろプロペラして、はい、まあそんなに外すことなくいけたと思います。まあ、今回は2連対率がねだいぶ低いモーターだったんですが、はい、調整でかなり引き出してきたという感じはありますか。いや、もともとなんか雰囲気あったと思うんですけど、はい、そこで、はい、調整もうまくできて、はい、明日に向けてのこう調整のテーマとか課題っていうのはありますか。また違う気象状況になると思うのでしっかり合わせたいです。それでは最後ファンの皆様にもう一言お願いします。はい、明日も頑張ります。お願いします。サインを書いていただいた後はそのカメラに向かってポーズもしていただきます。これでシリーズ3勝目となりました。片岡選手でした。最後の準優勝戦インコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。外の確定スタート全く届かずという展開、1人スタート決めたのは1番の菊池、スタートから圧倒して逃げる展開、内をついて追走2番の辻、外から3番の古賀と追走、1番の菊池全くここは寄せつけません。スタートは前提正常でした。2番テラスイは3人、内から上がってきたのは5番の新田、真ん中に2番の辻、外は3番の古賀、2幕の旋回、外から行くのは3番の古賀、さあ5番の新田とともに少し流れて2番の辻の差しが決まります。難しい風だったと思うんですが、いやもうこれは経験値ですね。はい、もう一人抜けたスタートタイミングで。そうですね、もうさすがのスタートでしたけれども、前すぎてターンどうやって回っていいか分かんなかったです。道中体感的にはどうでしたか。
じゃあもう波がすごくて、とにかく丁寧に回っただけです。はい。もう今節は、やりたかったプロペラの形があって、もう早速前検尾にやったのがもうほぼ過ごしたっていうここまでですよね。そうですね。エンジン自体も数字はないんですけど、数量のいいエンジンらしくて、はい、今日のはね、この条件でも全然しっかり動いてたんで、はい、明日は、あとはてるてるボートを作って祈るだけですね。はい。はい、ファンの皆様にも一言お願いします。明日はどうか、あれを。はい。あれですね。あれを、あれのあれをちょっと目指して頑張ります。今節は4勝目になりました。はい、では、ポーズお願いします。4勝目です。